お元気様です。クルネジシュースの平です。本日はですね、まあ、今の時期、ちょうどですね、この8月に入った時期で、何を気をつけとかなくちゃいけないかということで、まあ、あのですね、ちょっと現役生の子たちにとってはあまり、関心がない、違うことっていうふうに思うかもしれないんですけれども、この時期ですね、浪人生がですね、やる気をなくすんですよ。うん。だから7月ぐらいまではですね、浪人生でものすごく一生懸命やってるんですけど、8月に入ると、もう途端に浪人生たちですね、やる気なくして、もう自習室とかでわーって騒いでたりとか、まあ今は高校生とかですね、塾や予備校に行って、まあ自習室なんかで勉強してて思うと思うんですけれども、周りで自習室でですね、浪人生が騒がしいと、集中できないというふうに思っていると思うんですけれども、まあですね、夏期講習のこの時期から、まあ、浪人生たちが崩れるっていうのはもう毎度毎度のことなので、ここがですね、浪人生の踏ん張りどころだっていうことで、ちょっとお伝えしたいと思ってます。うん。まあ、タイトルっていうかですね、なんだろうな、あれは、このチャンネルの、まあ、検索ワードとして、まあ、高校生のための大学受験中のですね、初年度、初めて1年間、この YouTube チャンネルはそういうタグをつけていましたけれども、ちょっとそれ消して、今、大学受験というだけにしか、まあ、2年目からですね、そういうふうにしてて、一応、浪人生からの問い合わせが多いわけですよ。うん。で、浪人生がちょうどこの8月に入ると、特にですね、入会したいんですけれども、っていうことですね。まあ、予備校を通っていたんだけれども、ちょっとそっちの予備校良くないっていうことでですね、まあ、こっちだったら集中できるでしょう、っていう感じで、まあ、今、今日とかですね、浪人生の子が、まあ、来ています。はい。体験とかしてます。まあ、そういったのもあってですね、ちょっとお伝えしておきたいなと思います。はい。ということでですね、まあ、私が25歳の時、高校の教師を辞めて、東進遠征部校の九州で一番最初の校舎の校舎長をやった時ですね、まあ、浪人生の子たちが来てたわけですよ。まあ、浪人生の子たちしても10名から20名程度だったんですけどね、まあ、少人数です。うん。で、一体全体、その浪人生の子たちが何を言っていたかというとですね、まあ、はっきり言って、一浪は、まだ、受験生じゃありませんとね。で、我々のような二浪の生徒たちこそが受験生なんですよ、ということですね。はい。ということで、何のことやろうな、というふうに、その2年浪人しているような子たちと話をしているですね、思ったのは、その1年浪人してきていたというような子たちがですね、やっぱそういうふうに崩れるわけですよ。うん。崩れてしまって、結局ですね、まあ、その、東大、京大、総計、上智とか、A 判定とか取ってきて、ね、もうこれはもう完璧やな、みたいな感じでね、見ていたらいきなり崩れていって結局また浪人して2浪目に突入してたんですね。うん、これ一体何なのかっていうと、まあ1年浪人したぐらいではやっぱりその受験生としてのその本気にはなれないと。で、自分たちもその2浪していた子たちとかですね、自分たちもその1浪していた時っていうのは本当にその心構えができていなかったと。2年目の浪人の時にやっと受験生ってこうしなくちゃいけないんだということに気づいたということですね。はい。ということで、本当にその浪人したらね、まあ今、高校3年生とか、ね、高校生たちは、まあ浪人すればなんとかなんじゃないかなっていうふうに軽く思ってるかもしれません。しませんけれども、実際塾とか予備校行ってる子たちは、ね、身近に浪人生たちを見ていて分かると思います。もう集中力なくなってきてるでしょ。7月ぐらいまでは結構ね、みんな、なんちゅうか、先だって浪人生たち勉強してたと思うんだけども、もう8月に入っていきなり崩れ始めてると思います。はい。ということでですね、もう本当になんか嫌だなというふうに、まあみんな言うわけですよね。高校生も浪人生も通ってる塾や予備校の自習室が騒がしくて嫌だなみたいな感じですね。で、結局うちの方に来てからちょっと浪人生なんですけれども、受け入れてくれないですかってな感じですね。まあ来たりします。はい。まあ、気をつけなきゃいけないのは、その高校生と違って、浪人生というのは、その、クーリングオフができませんから、もう1年間授業料をボンと入れたら、もうそれでやめられないっていうのがあるんですよね。はい。そこはちょっと気をつけないといけないんですけどですね。はい。ということでですね、さあ、浪人生ですけども、まあ、ちょっと今来ている浪人生の子なんかもですね、うちらはですね、毎年30歳前後の浪人生が来ています。まあ、もちろん医学部を、狙っているような子たちが、まあ大体30歳前後のですね、
そういった浪人生がですね、来るわけなんですけれども、しかしそれはまあしょうがないとしても、その結構ですね、多浪している浪人生ですね、三浪も四浪もしているような浪人生で、もう別に大したところを狙ってないっていうようなことも来てるんですよ。うん、で何なのかって言ったらですね、本当に初歩の初歩からできてないと、もう中学生や小学生の内容からつまずいているっていうな、そういう浪人生もいたりするんですよね。あくまでその教科だけです。他の教科は割とできてるんですよ。だけども、例えば私が担当している数学とかですね、はい、高校生の数学を教えようかと思ったら、その小学生や中学生の内容からつまずいているので、そこからやり直さないといけないっていうような、そういう浪人生たちがいるわけですよ。なるほど、これは確かに高校生や、まあ、一浪二浪した時なんかにですね、どっかの塾やどっかの予備校に行ったとしても、さあ、授業についていけるわけないんですよ。もう個別指導だからね、私が指導できるわけであって、その個別指導じゃなかったら、普通に予備校とか塾の授業とか受けてても、そんなですね、その、円周率の計算の仕方とかがわからないのに、いきなりですね、高校生のその、数学とかで、π を使ったような計算とかですね、はい、積分なんかで π を、回転体とかだったりすると π を使ったりして計算したりしますわな。だからそういうのは π って何ですかみたいな感じの、そこからわからないっていうふうな浪人生もいたりするんですよ。中にですね、数学だけ思いっきりこう欠如してるというふうな子たちもいたりして、でしかもそういう子たちがその、まあ、医学部は医学部でも看護系を狙ってますとかですね、そういった子たちなんかうちに来てました。うん、だから私の方でこれちょっと計算ドリルから、小学生の計算ドリルからちょっとやり直しなさいみたいな感じでさせていきました。だからそういうふうなこともですね、必要な子ってやっぱいるんですよね。うん、だからそういうふうにその、なんていうかな、浪人生たちが頑張って頑張っているんだけれども、ここら辺で失速を始めると。で何なのかっていうことですね。はい、これが一つには大きいのは、まあ最初のですね、まあ1学期の間っていうのは、高校3年生がまあ受けている模試に浪人生も一緒に参加するんですよ。だから1学期の間の夏休み前までのその真剣模試とかっていうのは、浪人生が参加したって、まあそこを受けているメインの高校3年生で、まだ高校2年生に毛が生えた程度の成績なんですよね。だから浪人生っていうのは、どんなにひどい成績の子たちでも偏差値70代、偏差値80代で真剣模試とか帰ってくるんですよ。でわー、俺優秀になったとか言った感じでね、もう4月5月6月7月ね、もうみんな浪人生たちはもう喜んでるわけですよ。ところが、だん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 もうこの7月8月となってくると、高校3年生が追いついてくるんですね。はい、ということで、もうどん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 偏差値が下がっていくわけですよ。80代70代60代50代で、あれというような感じで、どん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 浪人生の偏差値が下がっていくもんだから、みんなもうだんだんやる気なくしていくんですね。もう頑張っても頑張っても、結局高校生が追い上げてくるもんですから、いくら頑張ったって逆に成績って、偏差値って下がり続けるもんだから、これで浪人生たちがやる気をなくしてしまうっていうようなところがあります。はい、だからですね、まあ、特に今日なんか言いたかったのは、高校3年生ですね。はい、今年の高校3年生は多分過去に前例がないくらい浪人すると思います。はい、でも今の段階でもうすでに高校3年生もう浪人するからいいやみたいな感じでね、ああ浪人浪人とかいうな感じでやってるような高校3年生、特に今年はめちゃめちゃ多いと思います。だけどそんな甘いもんじゃないよと、いいですか、もう高校3年生のうちに現役で合格するというつもりで頑張っておかないと、浪人生活って本当悲惨ですからね。浪人生活中のはもう本当にそのどん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 高校生が追い上げていくのを、それを味わいながら、どん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 自分の偏差値が80代70代60代50代と下がっていくのを、ね、7月8月ぐらいまで経験しながらやっていくと。そして高校3年生は7月8月、ね、夏は受験の天王山だということで最後の総まとめをやってきます。ね、私が昨日の動画で挙げたように、高校3年生はこの時期英単語を2000個覚えて、ね、科学とか生物とか詰め込み暗記しっかりやって、そういうような形で全部こう詰め込み暗記とかをやっていくから、ほぼほぼ完成するんですよ、この7月8月。